カテブナグルメのチコと弟のうまよし。皆さんこんにちは、うまよしです。最近のうまよしは一人暮らしという特権を振りかざし自炊をサボっています。都内はデリバリーの種類が豊富なのが悪いと他人のせいにして罪悪感を帳消ししていますが、さすがに何か作ろうと思い、まずは冷凍食品からという小さめの一歩を歩み始めました。そしたらなんと冷凍餃子のクオリティにビビり散らかしました。皆さんは餃子といえば思い出の餃子などありますか？うまよしは小さい頃から餃子が大好きで、お菓子食べたいではなく好きあらば餃子と口にしていたほどです。ラーメンを食べるときは必ず餃子を頼み、うまよしにとってはこの組み合わせはロミオとジュリエットだとよく親に言っていました。冷凍餃子のクオリティにとてつもなく驚きました。しかし今回うまよしはそれよりも衝撃を受ける商品に出会ったのです。どん兵衛のさぬきうどん、これが後ほどどれほどの衝撃を受けるとは思いもしませんでした。しかもレンジで作れるだなんて、これは自炊と言っていいのでしょうか。はい、まずはこちら1品目ですね。これ解凍したうどんに出汁かけて、でその後にね、僕の大好きないりごまをふんだんに振りかざしたら、まあ、最後に韓国海苔入れるんですけど、これ手で海苔を粉々にしようとしたら、ちょっと思いのほかなんか汚く見えて、なんか失敗しましたね。で結局なんか手にめちゃめちゃ海苔ついたし、めちゃベタベタになって、手の方がなんか海苔ついてるんじゃないかぐらい海苔ついてましたね。はい、もうこれあとはかき混ぜていただきますするだけなんだけども、これね衝撃受けましたよ、ね、コシが全然違うんですよ。今までうどんはスーパーで買うときって3玉100円ちょっととかのすごいお手頃価格のうどんしか買ったことがなかったんですよ。でこれは298円で、うどんにあまりお金を出すっていう感覚がなかったんで、まあ、298円でもすごくお手頃だとは思うんですけども、今までが安かったんでちょっとねこう一歩踏み出した感じだったんですが、めちゃくちゃ大正解でした。これ今までの食べた買ってきたうどんの中で一番美味しかったです。はい、で気づいたらもうね、もう1食目終わってて、はい次2品目、これ辛いタレです。東急ハンズで買いました。鍋とかでも使えるそうなんでね、おすすめです。でこれに、さっきの韓国海苔の残ったやつと、大好きないりごまをね、もうレミオロメンの粉雪のように振りかざしちゃってでいただきます。個人的には1品目よりもこっちの方が好きです。すごく美味しかったです。でね、つるつる飲めちゃう、そんぐらい美味しくてね、あと家に2袋そう5パック入ってるんですけど、それが2つあります。まあ個人的には肉うどんとかしたら絶対美味しいだろうなって思いながら食べてましたね。はい、はい、で2品目もごちそうさま。はい、これ3品目ですね。これカレーうどんです。ちょっと見た目はすいませんが許してください。お、早速食べてるね。これね2玉入れちゃいました。カレーうどん食べたすぎて美味しかったあのカレーうどんでね、これ気づいたんですよね。この麺すすった時にズルズルズルってすするじゃないですか。すすった後僕ワンクッション鼻息ハハー言うんすわ。それをねこれ編集しながら見てるのがめちゃくちゃ苦痛でした。まあ、カレーうどんはね言わずもがな美味しいですよね。これ別途で僕まだ指がたくさんあったんで、天ぷらうどんみたいなのしても、 もう最高でしたね。てかなんならそっちを移すべきでもあったよね。自分でねなんか天ぷら粉とかでなんか揚げたんですよ。エビフライとか磯辺揚げとか、いやそっち取るべきだったよね。それはまた次回で。はい、で気づいたらね、これもカレーうどんもごちそうさまでと。でこれ5玉最後ですね。で出汁かけて、で確かな、あそう納豆を入れたんですわ。僕の大好きな黒酢梅納豆、そうタレがね黒酢と梅の風味の、タレがある納豆ですね。
これとうどんと大好きないりごまをこちらもレミオロメンの粉雪のように振っちゃってで混ぜて食べる。これね、まあ、あの味はすごく美味しかったんですけど、正直一番おすすめはできないかもしれないですね。納豆がね、あのうまくすすれなくて取れなくて、下にあのうどん食べ終わった後下にすごく納豆が残りました。はい、味としてはすごく美味しかったです。てかなおさら天ぷらうどん移すべきだったよね。はい、そこに溜まった納豆もね、全部ちゃんと食べて美味しくごちそうさまでしたで。いや本当にこれね、お分かりいただけただろうか。1食あたり 200g のうどんを1回の食事で5食食べている、彼の胃袋は一体どれほど大きいのだというのだろうか。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、家で過ごした動画になりましたが、やっぱね、僕が家で過ごす内容を動画にしてもチコ姉と比べて特に花があるわけでもないので、せっかく都内にいるんだったらできるだけ都内を回ってるところをまた撮りたいですね。あれ、これ反省会反省会かこれ。はい、あのぜひ、スーパーに、ね、寄ってみた際にはこの冷凍うどんを試してみてください。では今回もご視聴ありがとうございました。バーカトリックの野郎ということですね。あの急遽なんですけれども、僕が過去に編集していた動画が、ずっと眠っていたんですけれども、今回これを機会にあのぜひとも上げさせていただきますと言いますか、成仏をさせてください。ではどうぞ。始まりましたね。忘れちゃいました。おもんな、おもんな。おもんないな、急に残業ばっかだったね。デブの極まり。そういう感じね。こういう感じか。痛いなあ。急に音調変わるやん。まあ、そう、クッキー。聞いてられない。聞いてられない。辛い。終わんだ。お分かりいただけただろうか。好きね、これね。いい感じのオープニングに見せて、ただネギを切るだけのオリジナルだ全部。うわうわ、ダサ。あ、ちゃんとしてるわ、頑張ってるわ、レシピ。いや、これ確か編集携帯でやってたんだよな。まさかここに来てこれが出る機会があるとは思いも知りませんでした。一人暮らしあるある、調味料がめっちゃ残る。あります。うわ、ちゃんとしてる、えら。本当に量合ってるかどうかは分かりませんね、これ。うわ、なんか工夫してる。いやいや、それはどうなん、これはどうなん。もも肉ちゃんズ、これ面白いと思ってたんだもんね。優しく揉み込んでみ。共感性周知。ちゃんとしてるわ。あ、やがましいわ、やがましいわ。美味しそう。
油の羽ね、大変ですよね。うわっ、ストリートファイター。なんであのシチュエーションで赤ちゃんの泣き声を入れたのかは分かりません。なんかこっちの方が凝ってるな。わ、なんか寂しい。米にも合う。でも食べさせる人はいません。切ない。もう共感性周知。いや、おかげさまで僕の得意料理油淋鶏ですから、本当に今でもこれがきっかけだったとは。本当にね、タレが自信作なんですわ。はは。ああ、そうだったっけ。蜂蜜があった時がめちゃめちゃ美味しかったんだったっけか。いってらっしゃい。まあ、美味しすぎて目閉じてもう涙うるうるでした。泣いてないな。この時気づいてしまった。自分の幸せは自分で作ることができることに。おいエロディー、あー苦しい。器というものの全部食べるのがもったいないというか、美味しすぎるために残り物でご飯を全部食べてもうごちそうさました。めちゃくちゃ美味でした。誰？自分でも驚くくらい美味しいでございます。うわー、はず。いろいろとちょっと、ね、中華を心みたいなと。心躍るみたいな、いいな。うわ。あー、うまいに。チンジャオロースも美味しかったから、次は。何作るんだろう。何作ろうかな。わかった。国を作ろう。わあ、きつ、きつ。ということで、ちょっと次もまた、状況半年、チャラ1、2年目、いい感じの自炊を楽しんでます。なので次はまたもっと美味しいご飯を作れるように頑張ります。ということで、日記。さよなら。さよなら。またね。はい、今日はですね、僕の一本の動画になりました。はい、残念ながらチョコネの方はね、出てきてないです。で、僕今までコメントを読んだことがないんですけれども、この前初めて見ましたね。まあ、なんでかっていうと、もう急に新参者が出てきて、そりゃもう非難浴びるだろうなと思って見なかったんですけど、初めて見たらなんだこれと思うぐらい皆さんいい人で温かいコメントを見て、僕正直もうびっくりしましたね。てかもう、こんな優しいの視聴者の皆さんってって思うぐらい心温まりました。ありがとうございます。ということで今回の動画は以上となります。次回、新年早々スイッチを盗まれないぽよ。過去動画まだあったわ。